が来ると常に前向きになる。負けってこれでいいって。でも、なんかランビッチ選手はカモにしてたようなイメージがあったんで。いいとこ気づきましたね。私、ラオニッチ選手の情報持ってます。なぜならば、一緒に住んでたんだよね。一緒に住んでました。で、ラオニッチ選手の、ヨナさんと一緒に住んでた。